はい、グランです。妖怪ウォッチプリプリやっていきたいと思います。来ましたね。ラストチャンス、新キャラの出現率アップ、さらにガチャスタンプ付きということで、これはですね、待っていたという人多いんじゃないでしょうか。しっかりとですね、ラスト3日間用意されています。なので、まだ今からでもですね、キャラゲットして攻略十分間に合います。なので、これはちょっとね、大チャンス到来ということで、僕もですね今回ね比較的ガチャの引きが良かったんでキャラは大体持ってるんですよ。残りはですね白神さんの水着バージョンのみなんですよね。なのでこれを神引きできればちょっとねいいんじゃないかなと思います。確率見ていきましょうか。 0.7、0.9、0.9、1.1、1.1 ということで、これはですね初日のですね出現率アップよりもだいぶ、まあだいぶっていうかな、少し確率がね良くなっています。なのでこれは大チャンスですよ。僕が欲しいね白神さん 0.9% ということで、 0.9 ならね今の僕であれば引けるような気がします。一応ですね念のために秘策があります。ウサダペコラのミルキーチョコレートということで、ホロライブとのコラボやってます。フジヤね。しかもですね今回オリジナルシール5種類から1枚が入っているということで、これがですね若干微妙なんですよ。ペコちゃんでしょ、ペコちゃん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 なんだけども、1枚なんじゃこりゃ。このペコちゃんはペコーラコスプレのペコちゃんということで、なんかペコちゃん違いなんですけども、ちょっとどれが当たりなのかよくわかんないけど、できれば僕はねペコーラのね可愛いバージョンのねシールが入っていればいいかなと思います。さあ開けてみましょうか。さあここでも神引き見せるのか、はあ、これは来ましたね。ペコちゃんのシール入ってました。これは当たりでしょう、ぶっちゃ可愛い。そしてチョコレートの方はどうなんだろうね。不二家のチョコレートといったらまあ美味しいのは当たり前なんですけども、うん、柔らかいタイプのチョコレート、まあただ部屋が暑いだけなのかもしれないけどね、甘くてですねほんのりと美味しいです。それでは神引きしていきたいなと思います。単発でいきます。当たり前じゃないですか、僕ね単発強いんですよ。しかもラストチャンスに強いっていうか、ピンチになった時に強いんですよ。この崖っぷちでね、このしがみつく感じ、いきます。お願いします。あ、中ですか。赤から、おいや、乙姫が出てきました。レジェンド、できればですねここはコラボキャラ、最低でもコラボキャラが来てほしい。っていうかさ、ラスちゃんはねもう全部コラボキャラでいいんじゃねっていう気がする。お願いします。うわっ、高須賀、できれば単発に黒田が来てほしい。おっと、ふぶきちゃんが飛び出してきました。ふぶきちゃんね好きだけどね、マックスなんだよね。さあ経験値玉いきます。ラストいきます。お願いします。さあ白神さん、お願いします。赤か、赤か、赤からの、おっとさやちゃん飛び出してきました。なんかだんだん盛り上がってきた。もう一回行こう、もう一回行こう。さあここは来てほしい。マーリン船長、ランク UG 限界突破でもいいよ。できれば白神さんがいいけどね、まあ白神さんのミッション残ってるからね。お願いします。お願いします。あ、高か、ちょっと待って、ちょっと待って、おかしいぞ。お、コロさん来た。しかしこれは SS のコロさんね。ちょっと待って、もう一回行こう。なんか近づいてきてる気がするんだよね。コロさん来たよ、コロさん、いきます。さあお願いします。さあラスト、こう逃すとまた1年待たなければいけない。多分来年もあるよね。お願いします。お、高か、赤株からの、おっと、もう一回行こうぜ。間違えた、これマジのラストね。いきます。さあ来てほしい白神さん。さあお願いします。あ、赤か、赤カブからの、グッド、引っ張り込む人、疲
好きだけどね。 SSS ランク微妙っすね。パリミュージックまだあります。さあ、ホロライブコインが4枚あります。ホロライブコインの中身なんですけども、フルメンバー入ってます。なのでここはですね、ワンチャンあります。ホロライブのキャラしか出ません。なのでこれで外れはなしということで、さあ4回回せば1回ぐらいはランク UG 来るのか。さあ行きます、一気に行きます。さあマジで来てほしい、ここで昇天したい。お願いします。お、赤ですか。ここは青青赤赤と行きましょうか。さあ来るのか。さあ S ランク SS 来た。そして盛り上がってきたよ、 S ランク。えいや、おっと SS、 なんじゃこりゃ、むっちゃ偏っとるじゃねえか。なんなの、まだあります。こっからです、本番はこっからです。さあこのホロライブコイン G ということで、ホロライブの中のキャラでさらにランクの高いキャラが出る超スペシャル特別なコイン、これはねマジで激アツ。さあ昇天して来てほしい。マリン船長もしくは白神さんの水着バージョン、コロさんでもいいよ。お願いします。おっと、金株からの、おっしゃー、ボタンさん来ましたね。アイドルということで、ボタンさんは持ってない。ということはこれは超当たり、よかった。あのね、Y ポイント交換でさあったよね。で交換しようかなでギリギリまでね迷ったんだけど、ここで出るなら交換しなくてよかった。これちょっとワンチャンあるんじゃないの。ちょっとこれね育成してね、今日は使って遊んでいきたい。これでマジで残りは白神さんの水着のみとなりましたね。他は持ってますね。なのでまあ今回のイベントね、まだわかんないよ、ラストの本当の最後の最後までちょっと白神さんね狙っていこうとは思いますけども、まあ今日は一旦ねここで引くわけなんですけども、まあほぼコンプリートということで、まあ今回僕としてはねかなりの満足かなと思ってます。さあ皆様ですね、何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか、そのあたりね教えてほしいなと思います。さあホロライブとのコラボイベントはね、1年に1回とは言わずさ2回ぐらいやってもいいんじゃねっていう気がする。面白いしね、今回イベントの難易度も、まあ、そんなに難しくないっていうのもね、特攻が多い。前回のねホロライブとのコラボ第1弾のキャラにも特攻があったりですね、あとこのホロライブコインからこれあれなんですよ、特攻キャラ確定コインでもあるんで、結構特攻キャラが揃って比較的おはじきがね楽しめる。なのでこのおはじきならね何回かあってもいいかなと思います。さあイベント攻略やっていくぜ。それではですね、イベント攻略やっていきます。まずはボタンアイドルのスキル解放の書を交換します。さあこれで、さあスキル2の方を解放していきます。スキル2は自分のデカプニを消すと自分以外の妖怪の技ゲージがたまるということで、これはですね非常に強力なんじゃないでしょうか。さあ解放します。さあそれではですね、ステージ2の1の大空すばるアイドルのステージやっていきます。ちょいむずです。さあこんなパーティーでやっていきます。先ほどゲットしたシシロボタンアイドル、こちら特殊能力があります。なので技レベル1でも全然 OK です。さあついにボタンさんゲットだぜ。さあ G まで打てます。そしてダブルスキルと回復と技ゲージがたまるということで、まあランク Z ではダブルスキル非常にいいんじゃないでしょうか。さあそしてその他のキャラはマリン船長使っていきます。10突です、全消し。 S ランク船長、そしてS ランクペコーラ、こちらもマップでゲットできます、全消しです。オカユン使っていきます。アイドルボーナス玉を作る、こちらスキルが非常に優秀です。技ゲージがアップする、そして復活があります、ワンチャンあります。さあそしてこのステージはバフが使えます。攻撃力アップ1体置いておくと倒しやすくなるんじゃないでしょうか。
からのバフを乗っけて一発でなんとか仕留めれるのか仕留められないのか。さあスバルさんのステージ、さあこれでフィーバーインです。攻撃力アップたまりました。そしてアタッカーもためると、そしてまずは攻撃力アップしておいて、さあアタッカー、さあこれでダメージが70万ダメージいきましたね。やっぱ特攻強えわ。マスレベルとか1で十分だわ。むっちゃ強え。なので倒せないという人は、まあ、これね交換するかガチャから出すかでね行くといいんじゃないでしょうか。